ヒゲの一人旅ということでございましてですね、出張の合間にちょっと一日空いた時にですね、ちょっと日帰りでどっか行ってみようということで、今回大阪に来ておりまして、今映りましたけど、私今近江八幡におります。前回来ましたけれどもね、近江八幡で、実は今日こっからですね、もう一本電車に乗りましてですね、八日市という町にですね、ちょっと行ってみようと思うんですね。ちょっとね、雑誌で見た時にね、なんか割と良さげなお店というか、まあ町の雰囲気、あんまり聞いたことないですけどね、八日市なんてね。割といいんじゃないかと当たりをつけてですね、おっさん一人で、ちょっと訪ねてみようかと思いますよ。列車ですね。いいですね。大江鉄道をご利用いただきありがとうございます。次は宇佐、宇佐です。電車ですね。はい。ありがとうございます。うわあ。はあ。来ましたね。なんかね、古めかしい商店街みたいなのもあるみたいなんですけどね。ちょっと歩いてみましょうかね。なんかいい感じのしなしなの商店街ありますね。うわあ、お好みの。シャッター商店街ですね、これ。でもデニムの聖地って書いてありますね、これ。デニムの聖地。そうなんですよ、岡山じゃないんですか。あ、いいですね、これ。古いアパート。この中に、いろんなお店が入ってると。洒落てますなぁ。お、いいですね。
あ、いいですよ。あ、こっちは。へえ。いや、いい感じですね。パンカフェ。はあ、お肉屋さん。はあ。ここの商店街いいじゃないですか、すごい。看板古いわ。ああ、こんなのもちゃんとありますね。ああ、これがジーンズ屋さんですかね。おしゃれだね。へえ。うわあ、いいですね。すごい、サビサビの、いい感じだよ、でも。それでもね、おしゃれなお店が、たまにあるわけですよ、こういうところに。こういう、普通の街の、角にですね、なんかうまそうなですね、レストランとかがあるんですよね。これですね。へぇー。うわ、完全予約制って書いてある。うわ、そうなんですか。すげぇ。完全予約制でした。いや、食ってみたかったな、これ。ちょっとね、また次に当たりをつけてですね、この、妖怪地の街。歩いておりますけど、いや、不思議な街ですよ。ここスナックですよ。へえ。おお、ほら、ほら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 、スナック街ですよこれ。ほら、ええ、こんなところにスナックだらけですよ。これ、何ですか？何屋ですか、これ。化粧券。怖くて入れませんね、これ。ここら辺に店があるはずだけど、あれ？違うのかな？いや、妖怪地の迷宮に迷い込んでますね。なかなかいい感じの店があるはずなんだけど、ここじゃねえな。これか。これか。何やこれ。竹の小屋？わ、ここも予約制の店だ。あ、こっちか。こっちだ。こっちだ、こっちだ。この、ガレット&ワインっていうね。こいつにちょっと行ってみようかと思うんですよ。あ、あたたたたたた。ガレット、うわ、渋。ちょっとガレット食ってみます。うわ、来ました。うまそうだ、こりゃ。クレープ頼んじゃった。
うわぁ。ちょっとね、彦根行く予定だったんですけどもね、途中でね、この五箇荘っていう駅にね、そういえばね、ここなんかね、水辺があってね、なんか私が好きなね、そういうところがあるらしいんで、ちょっとここ降りてみようかなと思って来ましたよ。ただ当てずっぽうできちゃったんでね、本当にあるのかどうかわかりませんけどもね、大見商人の屋敷のと間になんか、そういう水路みたいなのがあるって書いてあったんだけどね。途中下車の旅。蔵屋敷の町。しかしですね、この地図がですね、ビリッビリに破れてて、よくわかりませんね、これ。多分、近藤町並みっていうとこじゃないのかなと、ビリッて破れてるけどね。あそこじゃないとかと思うんだよね。距離的にどのぐらいなのかな、わかんねえな。せっかく来ちゃったからね、ちょっと歩いてみましょうか、これね。で、さっきの地図見ましたらね、若干これ離れてるなと思って、よくよく地図見ましたらですね、徒歩25分って書いてありましたね、その私がちょっと見に行きたい。水路にね、錦鯉がいるみたいなね、そんな街並みっていうのがあるんですけど、大好きなんですけどね、徒歩25分って書いてありましたね。往復で50分でしょ。で、今私途中で降りちゃいましたから、次の電車までにね、1時間あるんですよ。ってことは、まあ、行って帰ってくればちょうど1時間ってことで、まあ、悪かないんですけど、徒歩25分たらこれ、相当ありますよ、これ。うん、まあ、いいか、今日はそこまで暑くないですからね。ああ、綺麗ですよ。綺麗、綺麗、ここ。わ、水めっちゃ、めちゃくちゃ綺麗。はらー。うわ、滋賀県はいいとこだね。ほんと。今魚跳ねたな。いいな。いいですよ。うわ、いいじゃん。いいじゃん、滋賀。うわ。水辺フェチとしてはたまんないね。まあ、これ桜だろうな。これ桜並木だな。全部。あれ、ちょっとこれかやぶきじゃないですか、ここ。かやぶきの家がありますわ。あ、今なんか中改築中ですね、これ。竜田神社。歩いてきましたよ、私。これ。これを越えた道の向こうが、商人の、そういう町屋敷らしいんですけどね。誰もいませんね。いや、来ましたよ。来ましたよ。駅から歩いて20分ちょっと、近藤の町並み。水と緑と上林に囲まれ、伝統的建物が息吹く、おぉ、大見商人のふるさと。ああ、これ。やってもいいですよ、これ。ここからなんか空気がガラッと変わりますね。ほら、でっかい。これ木があって、こっから、寺町みたいな。神社がありーの。うわー、立派。ありーの、こっちはもう、確かに立派なお屋敷群が、ずっと続いてますわ。はぁー。でもこれ、もちろん全然普通に人住んでますからね。昔からそのまんま人が住んでるこの立派なお屋敷群が、やっぱ商人は、立地ですね。うわぁ、素晴らしい。素晴らしい街並み。うわ。うわぁ、いい。すごい。こんなとこあるんだ。
はあ、これは素晴らしい。いや、静かでいいわ、これ。何ですか、このお屋敷。あ、近江商人屋敷って書いてありますね。はあ、素晴らしい。地蔵、これですかね。このお地蔵さんなんですね。お花がなんか、へえ、はあ。いや、この辺からまたいい感じになってきましたね。へえ、おおおお、これか、これか。うわあ。うわぁ。うわぁ、すごい。全部。うわぁ。この水路に全部鯉が泳いでる。うわぁ、すごい。なんかもう観光地でもないのに。誰もいないのに。いや、この景色ですよ。うわ、水辺フェチにはたまらん。こんなとこあったの？いやー、たまらんがな。マジか。いやー、キンキラキンだよ、こいつ。いやー、お前、金持ってそうやな。やっぱ商人いいなぁ。金ピカだなぁ、おい。へぇ、こんな街並み作っちゃって。お寺さんですね。おぉ、びっくりした。びっくりした。お寺さんも立派だわぁ。いや、ここ来るまでにもう30分以上かかってますからね。これも次の電車間に合いませんね。ま、成り行きで考えますか。いや、それにしたって、いや、素晴らしい街並み。彦根でございます。ちょっとジェラートを食いに行こうと思ってますよ、おじさん。あれ、どこなんだろう。あ、あれじゃな、あそこにあるな。よし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 。おー、
これですな。ジェラート塩バニラと近江なし、おまけで、スイカ。なんかね、ジェラート世界チャンピオンの店って書いてありますけどね。そうなんですね。でね、私ね、ここ来る前でに思い出しましたね。私、彦根来たことありますね、確かね。いや、そうだ、すっかり忘れてた。ここの街来て、なんか見たことあんなと思ったら、私、あれですね、彦根来たことありますね。ということで、このジェラート食べてね、今日帰りますかね。あ、スイカうまい。あ、バニラしょっぺ。